本田・ル・ーカス・タケシは日本のフィギュアスケート選手。大阪府出身。血液型は AB 型。2020年全日本フィギュアスケートジュニア選手権1位。2020年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会3位。日系ブラジル4世。幼稚園の幼馴染みのお母さんに遊びに連れて行ってもらった時にスケートに出会い。小学2年の時。 山下津屋子コーチが教える教室に入り、本格的にスケートを始める。幼少時から長沢こと枝コーチに指示。2020年4月から、木下アカデミー京都アイスアリーナが拠点。2021年4月、同志社大学スポーツ健康科学部へ進学。レイクスサポートアスリート。長沢こと枝コーチによる、本打票は、最近のスケーターには、珍しく、 骨太というか、男気のあるジャンプがいいと思います。ホンダ自身も、高さと幅のある、大きなジャンプが持ち味ですねと話す。初めての全日本は、第16回全日本ノービス選手権大会。翌2013年のノベアマ合宿に参加。2013近畿フィギュアスケート選手権、大会ノービス B1 位、2014近畿。 フィギュアスケート選手権大会ノービス A1 位2016、近畿選手権大会ジュニア男子3位、2017、近畿選手権大会ジュニア男子3位、2018、近畿選手権大会ジュニア男子2位。2019から2020シーズン2019年、全日本フィギュアスケートジュニア選手権3位。推薦出場となった全日本選手権では11位と、検討。 新人賞に選ばれた。全国高等学校選手権国民体育大会冬季大会でも2位と高成績を収めた。2020から2021シーズン2020年全日本フィギュアスケートジュニア選手権1位。2020年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会3位。ありがとうございます。